なあ、この村を作るまでにお前はどんな旅をしてきたんだ。夜が明けるまでまだ時間があるだろう。眠る前に聞かせてくれないか。我らが大魔王様の物語を。これ以上誰かが犠牲になるのは見たくないんだよ。やめてよ。さよなら。虚しい、虚しい、なんて虚しいの。俺はまた何もしてやれない。それがたまらなく嫌なんだ。俺は普通の人間だ。終わりの見えないこの状況が永遠に続くと思うとどうにかなりそうになる。降りることも死すこともないものを妹だと呼べるのか。だから早く助けてくれ。いつもそばで見守っていますよ、私の愛しい子供たち。こんな私でも妹だって言ってくれるの？だってそれは変わらないよ。何をしてもさ、どこに行っても結局つながりっていうのはさ、消えないんだよ。あいつともっと早くこうして話せばよかった。あー辛い、もう辛い、ほんと辛い。あー来たよー、成功教習来たよー。お前ほんとでげえな。やあヒューガー、世界中の森人姫から世界中の花を託されてここに来たんだろ。その花にはね、長い長い年月をかけてアストルティア中から世界中に集まった生命力が凝縮されているんだ。死の運命を書き換えてしまうほどの癒しの力を秘めたものなんだよ。神をも救うのか。でもルティアナよりイルーシャの方を助けてほしいんだけど。そう、女神ルティアナの傷ついた魂すらも蘇らせることのできる奇跡の花だ。この世界に残された最後の希望さ。ジャゴの場に破られた後、女神の肉体は滅びたけど、その魂は光の川に落ちて眠っている。とても静かな場所でね。今こそ僕が蓄えた成功の力で女神の魂の在りかへ導いてあげよう。ありがとう。うわぁ、いるかな、イルーシャが。俺はイルーシャを助けたい。この聖堂を出て北西に行ったところに光の大穴を覗き込める場所があるんだ。先に行ってそこで待っていておくれ。わかった。ああやっべ、くっそため息が出る。もうやばいよ。ああもうきつい、きついよ。ああいやいや、待たせたね。おお来たか。うん、この辺りが良さそうだ。この日のために蓄えた成功の力で女神の魂の在りかへ導いてあげよう。成功よ、その大いなる輝きを持ってこの混迷の世界をあまねく照らし希望の道しるべを指し示さん。うわあ光が、成功教師の全身から放たれたまばゆい光が辺りを包み込んでいく。あ、これか。ふう、成功だよ。ここに現れた成功の渦が光の川にある女神の魂の在りかへ導くだろう。ありがとな。でもあれ、ユシカはどこ行った？あれ、ユシカは俺一人かな。これ世界中の花で女神を蘇らせるんだ。気をつけて行っておいでヒューガ。正義の心はいつでも君と共にある。ありがとな。成功教師は聖堂の方へ去っていた。成功の渦を調べてみよう。うわー、じゃあ行くか。イルーシャに会いたい。いないのかな。ここから女神の魂の在りかに行けそうだ。この先何が起こるかわからない。成功の渦へ飛び込んで行く前に食べ物だけ食べていいか。俺とユシカね、やっぱユシカいたな。成功の渦に飛び込んだ。行こうぜ。この先何があるんだろうな。やっべ、目がびしょびしょになんだけど。
ここか。ん？なんだここ。めっちゃ白黒なんだけど。色がない。知らない奴ら、こいつらはサポート仲間だ。なんだろうな、ここ。何も聞こえない。うん。息が詰まりそうだ。ここは本当に光の川の中なのか。ここは何なんだろうな。本当に。ん？何？あ、なんだこれ。きっと、あの光が女神の魂だ。めっちゃ光ってんな。なんだ、これ本当にそうか。見つけた。おっと、なんだ。うわ。ちょっと待って。魔人か。うわ、ちょっと、おい。おっと、うわ。虚しい。虚しい。すべては虚しい。こいつ食いやがった。え。私は虚無の邪神バニタトス。うわ、忘却と失意を司る者。うわ、こんなところに邪神が。なんでこんなところまで来れんだ。うわ、やっぱそっか、ルティアナが負けたから本当に光の川の力が弱まってんだ。ジャゴヌバ様に命じられて、ああ、ずっと女神の魂を探していたのだけど、偶然の出会いにしてはできすぎね。え、偶然の出会い。あなた方は運がいい。私の両手があなた方の魂を包んだ時、世界の記憶から失われ虚無となる。うわ、これやだ。うわ、ちょっと待って、これやめてよ。ね、ユシカが犠牲になるの本当にやめてよ。誰からも忘れられれば、使命や重責、この世のしがらみから自由になれるわよ。ジャムヌバ様のご慈悲に感謝なさい。うわ、ね、本当に嫌だ。やめろよ。一緒に倒そうよ、こいつを。余計なお世話をありがとうよ。準備はいいか。任しとけ。こんなやつぶちのめそうぜ。虚しい、虚しい、なんて虚しいの。あなた方は神話の時代から何一つ変わらない。うわ、苦しみもがいて戦い抜いて、あなた方の仲間は次々に倒れていく。その果てに待つ絶望も知らずに。うわ、嫌なこと言うな。ああ、愛する者のいない虚しい世界を救う意味がどこにあるというの。うわ、やっべ、なんかキモい、本当にやべえな。ユシカ黙れ。邪神ごときが人の意味を語るな。そうだよ。ただお前正気を保てよ。飲まれたらダメだ。忘れてしまいなさい。忘れられてしまいなさい。うわ、やだな。おいで、抱きしめてあげる。無意味な性に群がる無価値な命ども。うわ、ちょっとやだ。こいつ嫌いだ。やっべ、一番嫌いなタイプの敵だわ。うわぁ、なんだろう、ほんと敵って感じの敵だな。これちょっとマジでやだ。待って待って、ブレードガード先に急ぎすぎじゃない。あ、待て待て待て、あ、やっべ、天地雷飯、お前ちょっとあの命大事に、命大事にして、命大事に、忘れてた、ごめんごめんごめん、作戦変えてなかった。クイカーズ、あ、ナイスじゃん、さすがだよ、ユシカ、ナイス。電化無双、あ、やっべ、これやべえかも。あ、やべやべ、ちょっと待って、これ死ぬ。恨みバルアーきつっ。ちょ、待て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 、ワーウ、イエー、やっべ、ちょ、待って、ドメリー一回引っ込めて、天地キャー、きつっ、こいつきつっ、マジブレードガード、あー、でもバイキン、あれ、これきついぞ。どうしよう、やっべ、こいつやばいかもしんない、かなりきつくね。
ってやつ。ちょ、ブレガーやって。あー、ナイス。ちょっと一回ちょっと攻撃してて、俺もちょっと行くけど、参戦するけど、一旦待って。待って。グランビアライ。両手のパターン来た。こっち大丈夫？避けられたね。オッケーオッケーオッケー。効果範囲しっかり避けて。あー、くる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 。ゲーやだー。俺やっぱこいつ嫌い。あ、いいねいいね。いいよ。いい感じいい感じ。俺も攻撃をどんどんやぞ。はい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 。よし、オッケー。あ、オッケー終わったんじゃね？やったー。俺あんまやってねえ。死んでばっかだったわ。なんてこと倒したー。やったー、特訓スタンプ割ともらった。4分28秒。いや、強かったこいつ。おーい。いや、ちょっと待ってよ。うわ、こいつの最後っぺやだ。来るじゃん絶対最後っぺ。やめろ。あなた方は同じ。まるで苦しむことを楽しんでいるよ。そういうことではないけどな。好きに生き抜いてごらんなさい。その先に待っているのは虚無ばかり。うわぁ、やだな。ちょっと待って、本当に来そう。なぜならあなた方は最後に必ず負けるのだから。うわぁ、うわ、やだな。ちょっと待って、ほら、で、なんかやろうとしてんじゃん。で、何やってんの？ん？え？何かを開いた？魔界に渦巻く邪悪な怨念が、うわ、我が主よりほとばしる魔性と結びつき、地の底から立ち上る。うわ、ちょっとどう、え？やめろ。時は来た。終焉の始まりだ。うわ、こいつ本当嫌い。うわ、うわ、ちょっと待って。え、嘘、え、うわ、ここは魔界じゃん。大魔晶器が、うわ、嘘だ。いつか分かる時が来る。あなた方の行いに意味などなく、未来は虚しいだけだと。うわ、どうすんだ。え、魔界に大魔晶器来ちゃったの。虚しい、虚しい、全ては虚しい。俺はこの邪神一番嫌いだった。めっちゃ怖すぎた。いや、怖かった本当に。あ、よかった。でも、そいつが女神の魂に違いない。うん、世界中の花を。分かった、よかった。ユシカが犠牲にならなくて。オッケー、これを使えばどうだ。ん、あ、あ、って言ってたんだよな。この蝶ってのが女神様だっていう話をしてたんだよ。あの、してたっていうか、あの、本に書いてたんだよね。花から蝶が生まれた。そう、この蝶がね、女神の女神らしい。なんかそういう昔話があったらしい。聞け、アストルティアの子よ。はい。我は女神ルティアナ。うん。光の胡蝶の姿を借りてこの世に舞い戻った。ルティアナさん、ちょっとあんたなんで負けたの。いや、本当にさ、世界樹の花の力で蘇ったのか。やったな。でもこれはもう完全に力、完全に失ってるな。いや、草にあらず。何難しい言葉使ってんだよ。世界樹の花に宿る神器が、うん、我が魂をつなぎ止めているに過ぎぬ。花なくして生きられぬ仮初めの命よ。いるじゃが、もうかわいそすぎんだよ。我が身は小さき胡蝶なれど、魔性を退ける力は宿っているようだ。うん、我もそなたらと共に魔界へ行こう。うん、
大魔正気に混迷する者たちを救うために。うん、ありがとうだけどな。でもアストルティアの当選士よ。はい。これまでのそなたの活躍の数々は我が魂の器イルーシャを通して見届けてきた。イルーシャをさ返して。いや本当にイルーシャを返してよ。アストルティアと魔界をつないだそなたならば、この大いなる聖戦に必ずや打ち勝てよ。世界の命運そなたに託したぞ。でも全てが終わったら本当にお願いね、ルティアナさんよ。世界中の花に女神ルティアナの化身光の胡蝶が宿りついてくるようになった。そっか、とうとう大魔正気が来た。来ちまったな。ずっとそれを避けるために頑張ってたのにな。留守の間魔界各地の状況を調べるようカーローに頼んである。うん、すぐに大魔王城に戻るぞ。わかった、行こう。あ、ヒューが王座の間に向かって。あ、早っ。マジか、もうか。ん？どうした？大魔王様。え、どうしたどうしたどうした？なんかみんな集まってたけど。もちろん。必ず無事に帰ってきてくださるとこのカーローだけは信じておりましたぞ。お、苦しいね。大丈夫？それ本当？ユシュカ殿に頼まれていた通り、魔界各地の情報を城の兵士たちに探らせ。報告を受けていたところなのですが。うん。はっ、ご報告申し上げます大魔王様。うわ、突如として魔界全土が濃厚な魔性に包まれ、各地で猛威を振るっております。うーわ、ついに魔界南端のファラザードまで魔性に包まれてしまいました。うん、今は皆で支え合い持ちこたえています。うわ、いや、とうとう来たか。みんな大丈夫かな。この魔性、これまでとは何かが違います。うん、少し触れただけで意識が遠のき、自分が自分でなくなる感じがするのです。暴走しちゃうのかこれは。もしかして弱い魔物や魔族が濃厚な魔性を浴びて苦しみもがきながら命を落としたという恐ろしい報告もありました。うーわ、マジか。魔物もか。大魔王様、大魔正気が始まれば魔界の民は皆死に絶えるというのは本当なのでしょうか。いや、そうなんだよ。魔界の未来に希望はあるのでしょうか、大魔王様。いや、もうやるしかねえよ。ルティアナの力を借りるしかねえか。ここはムービーが始まったな。ん？おお、この輝きはルティアナだよ。我らが大魔王はアストルティアより新たな力を得てここに帰還した。うむ、今やるべきは怯えることではない。大魔王のもとに魔界が一丸となってこの危機を乗り越えることだ。そうじゃそうじゃ。いやだけどな。うわぁ、おお、そうですとも。私にはよーく分かっておりますぞ。まあ、本当か。お前なんかカーロ、お前なんかお前の言葉なんか上つきすぎてて信用できねえよ。魔王様のご意向は絶望をも打ち砕き、必ずや魔界を救ってくださるのです。そうですよね大魔王様。お前ちょっとなんか一回黙ってカーロ。ちょっとイラッときてしまう。やばいね、このシリアスな展開の中でちょっと、まあ、やるけど、俺はやるけどもさ、やるよ。お、大魔王様万歳。なんかありがとな、いっぱい持ち上げてくれて。よかった、安心したらなんだか元気が湧いてきました。ああ、魔性なんかにやられはしませんよ。そうだぜ、まだまだ諦めるに早いぜ。我ら心を一つにして大魔王様をお助けいたします。およ、
一緒に乗り越えようよ。うん、そうだな。そうだ、まずは落ち着いてくれ。うん、どんな些細な変化でもいい。他に新しい情報は入っていないか。そうだな、いろんな国が今被害に遭ってんだもんな。そういえばここしばらく静まっていたジャリムバハ砂漠の魔性塚が再び活性化したとか聞きましたぞ。うわ、遺留者と止めに行ったところか。あの魔性塚が、うん、カロ、それは本当か。え、ちょっと待って、行かねえとじゃん。以前よりも濃厚な魔性が吹き出し、近づけば即死間違いなしとかなんとか。うわ、マジで言ってんの。あのユシカ殿、そんなに大きな声を出されてどうかなさいましたか。え、ユシカどうした。ん、いやでもだってユシカの国だからでしょそれは。え、俺はジャリムバハ砂漠の魔性使い向かう。うん、すまないがお前もなるべく早く胡蝶を連れてきてくれ。頼んだぞ。分かった、任しとけ。カーロ、お前どうした。え、何やらただならぬ様子でしたが、うん、ユシカ殿が向かった魔性塚はジャリムバハ砂漠の北西にあります。なんかやばいね、カーロってさ実は人の心ねえんじゃねえの。あれ、こいつってさ邪神か。なんか心がわからなすぎてね。え、そんなことない。やっぱり俺カーローが信じらんなくなっちゃったんだけど。え、私どもは大魔王様を信じて、うん、大魔正気からこの城を守り抜きますぞ。うん、お気をつけて行ってらっしゃいませ。やっぱり俺カーロー、うん、カーローがなんか怪しく見えてきちゃったんだけど。やべえな、なんか危機的状況に落ちるとなんか人の信じられなくなっちゃうっていう人間の一番悪いところが出てる気がする。じゃあ、ここから行った方が早いか。